下界判定の波紋が広がっている現地時間7月27日パリ五輪柔道男子60キロ級の試合がシャンドマルスアリーナで行われ世界ランキング6位で初出場の長山隆輝は同4位のフランシスコガルリゴススペインとの準々決勝に片手締めで一本負けその後敗者復活戦と3位決定戦に続けて勝利し銅メダルを獲得したがその表情に笑顔は見られなかった 物議を醸しているのは、準々決勝の決着シーンだ、相手の寝技を懸命に耐えていた永山、ここで審判から、待て、がかかるが、ガルリゴスは締め技を数秒ほど継続した、そして永山が木を失うように畳の上に倒れ、主審は一本判定を凍る、納得がいかない永山は、相手の握手も拒んで猛抗議をしたが、判定は覆らなかった。試合後ガルリゴスの SNS には 日本からの非難コメントが殺到している同種目終了後、スペインメディア、レレボは、長山に勝利したガルリゴスが脅迫を受けると題した記事を掲載。二度と日本に足を踏み入れるな。これは、準決勝進出を決めたガルリゴスが畳を離れてすぐに読んだメッセージの一つだと伝えている。さらに記事内では、試合の結末が日本国内でも大きな波紋を呼んだ。 長山のジェスチャーは日本人の反応の始まりに過ぎなかったとも報道携帯電話の通知には殺人未遂の罪で裁くべきだ二度と畳に足を踏み入れるな恥を知れ彼に柔道をやらせてはいけないなどと書き込まれていたというなおガルリゴスは準決勝に敗れるも3位決定戦に勝利し銅メダルを獲得表彰台で長山と同じ段に上ったが なんとも後味の悪い結末となってしまった。